どうもこんにちは、田代でございます。今日はみんな大好きスターバックスにねちょっとやってきたんですけれども、なんで今日スタバにやってきたかと言いますとですね、今スタバでなんかのお餅団子みたいなやつ、なんか期間限定のやつやってんですよね。これ撮影2月なんで、なのでねそれをね食べたいなと思いつつ、スタバで MacBook を触って意識高い系の人間になりたい。ねえもう賢そうに見られたくてメガネかけちゃってやる。撮影時期はねスタバのコラボが桜なんちゃらシリーズがあった時期なんでね、ちょっとそれの桜のお餅ですね、もうこいつを目当てにもう4軒5軒回って全部売り切れてたんでね、今回こそあいつ目当てでスタバにやってきたんで、もう絶対に食ってやろうと思ってます。限定のやつってありましたっけ？桜系のなんかありましたっけ？あ、売り切れちゃったんですね。売り切れとるやないけ。はあ、ここもか。もうここもそうやって俺に餅を食わせてくれないのか。結局今回の桜コラボ8回ぐらいスタバ行ったけど1回も餅食えずに終わったわ。じゃあこのシフォンケーキいただいて。ということで今回はですね、この桜のシフォンケーキで我慢しといてやろうと思います。楽しみに待っていたシフォンケーキを食べてみたいと思います。いや皆さんね、僕最近年を感じることがすごい多くなっちゃったんですよね。僕も世間体的に言うとアラサーという年齢に突入してしまったわけなんですけれども、まあ結構前からやけどな。まあ男女ともとも30近づいて独身やと焦るという言葉をよく聞くじゃないですか。僕の視聴者さんの中にも、全然恋人ができそうにないんですけどとか、出会い全然ないですけどどうしたらいいですかねとか、このままだと結婚できへんどうしようみたいなこと言うてる人は結構見るんすよ。なんでやろ、俺なんか変なもん食ったんかな。全然焦りを感じなくなってしまったんやけども。いや10代後半、なんなら20代前半ぐらいまではその焦りじゃないけど、当時お付き合いさせていただいてた彼女とね、あこのままこの子と結婚できてそのまま家庭とか持てたらええんかなとかなんか思ってたりはしてたんですよ。でその彼女と付き合う前とかはなかなか恋愛がうまくいかんくて、俺このままやったら誰とも付き合われへんのちゃうみたいな焦りは結構実はあったんですよね。でやっぱり周りを見てると取り残されてるみたいな状態になってる人は結構多くて、アラサーとかが近づくにつれみんなどんどん焦り始めてる人を見かけることがよくあったんですよ。でいざ自分がアラサーを迎えようとして、周りは結婚とかなんなら第一子第二子まで生まれてるわ、世間的に置いてかれてる的なジャンルに入ってるんかなとは思ってるんやけど、なんでやろうね。俺の焦りどこ行ったん？ちょっと年老さん、スタバでシフォンケーキ食ってる場合ちゃうんとちゃいます？アンさん、最後に彼女と別れてからもう5年経ってますぜ。いや、別れた当初はあんなに未来が不安でどうしたらいいかわからんかったのに、いざ時間が経ったらなんかすごい居心地が良くなってるんよな。5年前お付き合いさせていただいてた彼女とはね、3年ほどお付き合いをしてたんですよ。まあ僕の恋愛観みたいなのがちょっと普通じゃないんで、少し特殊な形でのお付き合いではあったんですけれども、まあ一人の人と3年付き合っていたんで、ちゃんとした恋愛というものを経験したつもりではいるんですよね。その3年付き合った彼女と付き合う前は逆にめちゃめちゃ不安で、将来結婚できなかったらどうしようとか、なんかもう恋愛結婚とか家庭を持つことに憧れみたいなのがめちゃめちゃあったんで、もう少しでも早くそこに到達したいとか、そうならなかったらどうしようみたいな不安に駆られることがめちゃめちゃあったんですけど、これまた不思議なもんで、ちゃんと3年間お付き合いした後なんですよね。俺から焦りという感情がなくなってしまったのは、一人の人としっかりお付き合いした上で、あれこれ幸せっていうのは誰かと一緒にいなきゃ得れないもんでもなさそうやぞってことにね、私めですね気づいてしまった、わけでありますでございますですね。ありますでございますですね。ところでとっこい、みんな恋してる？特に10代の子たち、俗に言う Z 世代という人たちですね。まあ、Z 世代じゃない方々も、10代の高校生の頃の自分をちょっと思い出してほしいんですけれども、俺らの学生の頃と違ってさ、最近の10代の子たちってさ、なんかみんなめっちゃ大人びてない？いや、僕こう見えてですね、視聴者の方々に結構中高生の方々いらっしゃるんですよ。まあ、男女ともども、好きです言うてくれたり、ありがたいことに男の子とかやと、憧れの対象にしてくれてる子とかもいらっしゃるね。将来の夢は一夫多妻ですとか言うてる俺を憧れの対象にするのはちょっと良くない気もするけれども、まあ、ボカロ作ったり、元バンドマンやったり、全部あと一人でやってたりするとね、まあ、そういう憧れを持ってくれる方々もありがたいことにいらっしゃるんですけれども。でですよ、なんか最近 Z 世代〇〇調査みたいなのがちょっと目に入りましてですね、ふらっとその記事見てみたら、今ね、Z 世代の10人に1人がもう恋愛はええかな、生涯独身でええわって考え持ってるらしいですね。ちょっと夢なさすぎ変化 Z 世代。いや、ちょっと待ってよ、一旦考えなそうや。何がや、何が君をそうさせたんや。いや、なんかもろもろ経験した上でそういう考えに落ち着くならちょっとわからんでもないんやけどさ、一旦恋愛ってものを経験してみないかい？いただきます。いや、だって俺らが高校生の時なんかさ、もうその恋愛することに必死というか、なんかもうそれ以外のことで目を向けられへんぐらい、なんかそれに続婚というか、逆にそれ以外の将来のこととか自分のことについてあんまり深く考えられへんかった年じゃない？それはガキ緊張すぎたのか、これってもしかして俺だけな感じ？その辺もろもろ最近の10代の子を見てると感じるんよな。まあ俺らが学生の時と見た目や流行ってるものも全然違うっていうのもあるんやけど、なんか何より考え方とか、なんか喋ってる感じのやりとりとかも、俺らの10代の頃よりも全然大人びてるというか、なんなら同い年を話してる感じめっちゃすんねんな。あのさ、小学校1年生の時の小学校6年生ってめっちゃ大人に見えるやん。
でもいざ自分が中学生になったら小6なんてめっちゃ子供やんか。で、なんなら高校生になったら中学生なんか子供に見えるし、大学生になったら高校生も子供に見えるしっていう現象が起こってるはずやのに、最近俺10代の高校生見ると同い年、いや、なんなら年上の人と話してる感じめっちゃすんねんな。ちょっとおじさん置いてかんといてよ Z 世代。いやだって俺が高校生の時さ、年上の人たちからええー、な高校生はとか、若い頃だけやでそんな楽しめんのはみたいなこと言ってくる人めっちゃ嫌いやってんやんか。でも嫌いやったといえど、やっぱ自分がその年になったら若い子見てそういうこと思っちゃうんかなとか思ったりもしてたよね。なるべく思わへんようにと思っても、そういう言葉を口に出さないように。若い子は年上の人からさ、それやめといた方がええでとか、若いから分かってへんなとか言われるよりさ、たとえそれがダメやったとしても自分で挑戦してダメやったっていう経験をさ、自らの行動によって得ることで、これ意味なかったなって成長につながるわけじゃないですか。それを年上の人間がそれやめとけよとか、なんか釘刺すようなこと言いたないやんか。やっぱ俺もそういうこと言うてくる人に思いなかったしのはずやのにさ、最近の頃見てるとさ、釘刺すどころか、いや俺よりもみんな考えちゃんとしてるくないみたいな、釘刺そう思っても刺すところ全然ないやんみたいな。実際ライブとかイベントとかでもね、学生の頃が来てくれたりもするんですけど、将来こういうことしたくて、こういうことになりたくて、それにはこういう資格が必要で、だからその資格が必要なために今こういう大学行こうとしても、やめてー、今の俺より将来を見据えて考えてらっしゃる。そういえば皆さん、話は変わるんですけれども、僕最近ショート動画でね、焼肉の食べ放題は食べ放題じゃないっていう動画を出したんですけれども、まあ、内容としては、最近焼肉屋で50人前の上州タン頼んだら、店側に怒られたみたいなニュースあったの覚えてます？食べ放題を歌ってるのに、食べ残しもせず綺麗に頼んでるお客さんに、店側が怒ったみたいな記事だったんですよね。まあ、んな食べ放題の意味ないやんけとか、まあいろいろ賛否が飛んでたんですけれども、これなんか追加の情報で、これなんかお客さん側の嘘やったっぽくて、店側は怒ってないと。結局そういう記事やったんですよね。ツイッターやったんで、まあ説としては、インプ稼ぎやったんじゃねみたいなことを言われてるわけですよね。まあじゃないと嘘言うメリットないもんな。でさ、最近これ系のやつ結構多いやん。1月頃にやった高級寿司屋のやつもそうやけどさ、疑いたくないけどなんかグルでやってんじゃねって思っちゃうよな。だってこれ結局50人前で激怒された店に実際行ってみたみたいな動画結構見たんですよね。このニュースが話題になってから、これもし店側がさ、そんな言ってもないのに勝手に言ったってでっち上げられてさ、世にまるで加害者かのような文脈で書かれてたんであれば、めちゃめちゃかわいそうな被害者になっちゃうけどさ、なんかもうこういう嘘な記事とか盛りまくってる記事が多すぎて、なんか疑いたくもないけど結果的にどっちも耳になってるから、なんかグルで話題作りのためにやってんじゃねみたいなことを思いたくなくても思っちゃうよな。そもそもそういうニュースや記事を丸飲みすんのがちゃうって時代にもなってきてますからね。まずは疑っていますもんね、そういうニュースは。まあでも今の若い子らってこういうニュースの真相がいかなるものかとか、嘘かほんまか全くわからないような情報が飛び交ってる中で青春時代を過ごしてきたり、学校イベントコロナで全滅したり、そういうの乗り越えて今学生やってるわけよな。そら俺たちよりも大人な考えになるわな。あ、やっぱ時代と環境って大事なんすね。そらこんな過酷な環境やいろんな情報飛び交ってる中生きてったら、適当な生き方してたらあかん、ちゃんと見据えた行動せなあかんなみたいな考えになっていくわな。まあでもこれに関しては年下とか関係なく、俺と同い年でもしっかりした考え持ってる人おるし、やっぱ俺だけか。まあでも年齢関係なく人からね、学べることは増えたなぁと、今年になって思うことは増えましたな。ちなみに僕はですね、俺より年下やのに面倒見が良かったりね、俺より年下やのに母性みたいなのを持ってる子ね、年下にもかかわらずそのちゃんとしてるギャップみたいなのがね、とてもね、素晴らしくて燃えますね。いや、こういう活動をしてるとね、ありがたいことに、トジロ君ってどんな女の子がタイプなんですかと尋ねてくれる方々がいらっしゃるんですよ。でね、この異性のタイプについてなんですけれども、口で説明できんくない？めっちゃアバウトな、優しい人とか、いや、そんなんやったらいけるで。そんなんやったらいけるけど、君らが求めてる答えってそんなんちゃうやろ。中身に関してはね、まあ、僕の場合自分の意思を曲げたり変えたりすることができないんで、それに合わせることが苦じゃない人になっちゃうんですけど、まあ、みんなもさ、優しい人とか、趣味が合う人とか、まあ、ちょっとわがまま聞いてくれる人とか、まあ、いろいろあるやん。てか、まあ、これはいろいろあっていいと思うのよ。人の好みなんでね。まあ、ただどんだけ優しい人であろうが、相性合う人であろうが、男女ともとも結局は見た目が許容の範囲内かどうかで決まるんじゃない？いや、だってどんだけ優しくてもどんだけ相性があったとしても、見た目がタイプじゃなければ異性としての目では見れんよね。ただ特別めっちゃ可愛い、めちゃくちゃイケメンでなければならないってわけでもないとは思うんだよね。いや、それはもちろん顔がいいことに越したことはないし、顔がいい方がその確率が上がるのは確実なんやけれども、まあ、これ僕の場合なんですけど、誰が見ても可愛いって言うてまうほどめちゃめちゃ可愛い女の子と、まあ、一般的な普通の女の子がいるとするじゃないですか。めっちゃ可愛いけど自分に対する思いがそんなにない子であれば、たとえ付き合えたとしても、まあ、めちゃめちゃこっちがリードせなあかんじゃないですか。もうエスコートしたりとか、素の自分で折れなくなっちゃう感じ、向こうの描く理想の人間にならないとって思っちゃうわけじゃないですか。その結果素の自分で入れなくなって限界来ちゃうじゃないですか。もちろんね、人によっちゃね、追いかけたい派の人もいるんで、追いかけたい派の人はね、相手の理想の人間になることが結局自分のためにもなってるみたいな方もいらっしゃると思うんで、その考えがダメとは言わないんですけど、僕はそっち派じゃないってだけなんでね。いや、追いかけれないんすよ僕も。全然無理なんですよ。誰が見ても思う可愛いことが見ても、いや可愛いなとは思うけど、なんか自分のもの
にしたいとか繋がりたいとかそういう考えが全く湧かないんですよね。向こうが自分をめっちゃ好いてくれてるのであればそれはめちゃめちゃ嬉しいんですけど、こっちから行かなあかんとなったらもうかっこよくてできる人間にならなきゃいけないじゃないですか。普段話してるような感じの下ネタなんか言われへんし、そんなことしてたらもう俺が俺じゃなくなっちゃうもんね。それは被った別の人になっちゃうわけですからね。僕はだから追いかけるのは無理なんで、追いかけられないと無理なんですよね。ただですよ皆さん、あーもう分かってるよみんなが思ってること、大丈夫今から俺が言うから、どの口が言うてんねんって話なんですよね。そうなんですよ、追いかけられなあかんとか言うてるくせに毎日鼻ほじて過ごしてるようなやつ誰が寄ってくんねんっつう話やん。そうだからね、追いかけられないとか合わせてくれる人じゃなきゃ無理みたいな救いようのないクソわがまま言うてる俺みたいなやつが、じゃどうやったらそんな人間に人が寄ってくるかって考えた時に、僕はあ SNS をやらないとって思ったんですよね。ただ SNS やるだけじゃなくて、少しでも評価につながるために歌ってみたり弾いてみたりドラム叩いてみたりライブしたりボーカル作ったりその他もろもろあだこうだやってるおかげで、そういうのもいいんじゃないって言ってくれる方々意外と増えたんですよね。だからね、ありのままの自分を受け入れてもらえるための努力の一つとして見た目を磨くっていうのは、僕めちゃめちゃ素敵なことやと思うんですよね。まあ元がいい子とかの方が有利になっちゃうっていうのは正直あると思うんやけど、俺私なんてどうせこんなんやから何しても無駄やからみたいなこと言うてる人にはやっぱ人はなかなか集まってけえへんし、逆の立場で考えてみた時に誰がそういう人に素敵って思うかっつう話になってくるよね。だから見た目が良い、せめて許容の範囲内かっていうのは結構大事なものになってくるとは僕は正直思うんですけど、それと同じぐらい居心地も大事やと思うよね。さっき言ったように、たとえ見た目がどんだけ良くても居心地悪かったり、こっちがめっちゃ相手に合わせなあかんかったり、それが苦になってたりであればね、やっぱ見た目が良くてもしんどくなっちゃうわけですよね。ただ見た目に自信がなかったとて、互いにめっちゃ居心地いいとかであれば、やっぱそれってかなり武器になると思うんですよね。いやだって今の時代ね、長続きする人と付き合うためにはね、一緒にいて楽しい人と付き合うよりも一緒にいて楽な人と付き合えって言いますからね。ただまあこの言葉もさっきのニュース記事もろもろまんま信じてもあかんのやろうね。というわけで皆さんいかがでしたか。まあ結局ね、僕今回スタバで MacBook 開いて生きてる人になりたいためにね、わざわざ生かしたメガネまでかけてやってきたのに、あ MacBook を忘れたんですよね。何しに来てん。最後にこれも季節限定のメニューですね。桜なんちゃらドーナツかなんか忘れたけど、ほんまはねお餅食いたかったんやけどちょっと食えなかったから、せめて今の季節のメニューはちゃんと食べておこうってことで、このちょっとドーナツも頼んでみました。いちご系のメニュー好きな僕にとってはこれたまらんメニューでしたね。というわけで最後に、まるで映画の中に入ったからな僕の画角を見ながら皆さんとお別れしたいと思います。皆さん良い休日を。